というわけで、今回は本堂家と同じくではの小大名である六号家を解説していくぜ。よろしくお願いします。というか、茶番がないところを見ると、今回も動画時間は短いのね。おそらくそんな感じだぜ。さて、六号家は出羽の国仙北中郡南東部、現在の秋田県仙北郡三郷町南部を領地としていた仙北大名だぜ。前回の本堂家と同じく随分領地が小さいわね。実際、今の三郷町や大仙市にあたる地域には、本堂家や六号家のような商業種がたくさんいたようだぜ。そのため彼ら商業主たちは、ある時は小野寺家に従い、ある時は戸沢家に従い、ある時は安藤家に従うといった感じで、その時の状況に応じて、主君を変えるのが日常茶飯事だったようだぜ。なんだか、一年間で主君を何度も変えた真田昌幸を彷彿とさせるわね。さすがに彼ほどじゃないが、複数の大名に挟まれたところに領地を持つ国衆にとっては、状況に応じて主君を変えるのは普通のことだったぜ。そしてその国衆が大名家の中で重職についていなかった場合は、主君を変えても強く非難されることはなかったそうだぜ。それは意外な話ね。そして六号家もまた、そのような戦略を取ることで生き残りを図った領主の一つだぜ。そんな六号家がいつ三郷町域に移住したかについては、詳しいことはわかっていない。ただ、遅くとも南北朝時代の終わり頃までには領主としての確たる地位を築き上げていたそうだぜ。ただし、六号の名字を名乗るようになったのは戦国時代からであり、この頃は二階堂姓を名乗っていたぜ。二階堂って、あの顔芸大名として有名な二階堂森吉の。ああ、その家系だぜ。しかし室町時代における六号家の動向はよくわかっていない。六号家に関して正確な記録が残されるようになるのは、六号姓に改称した二階堂道行の代からだぜ。道行が活躍したのは、おおむね1560年代から1580年代とされる。彼の代に、本拠地である六号城が築城されたぜ。そして六号家は小野寺家、戸沢家、安藤家と状況に応じて主君を変えてきたのだが、特につながりが強いのが小野寺家だったぜ。特に小野寺家方の大名と戦う時には、周囲の豪族と一緒に小野寺家に加勢して戦っていたそうだぜ。実際、1586年の有屋峠の戦いや1587年の安藤家との戦いでは、小野寺軍の一員として戦っているぜ。が、六号家は別に小野寺家一辺倒というわけではなく、1589年の第三次港騒動で秋田家が混乱に陥った際には、六号家は秋田実末を支援して、小野寺軍と戦っているんだぜ。この小野寺家からの自立傾向は、道行の子の正則に代替わりしてから見られるようになるぜ。やはり、男なら一国一城の主を狙いたくなるわよね。ただ、正則が家督を継いだ頃には、すでに豊臣秀吉が天下人として台頭しつつあった。正則は秀吉の求めに応じて1590年の小田原征伐に参陣。13,800 国の領地のうち、約4,500 国を本領として安堵される。そして6276国分が大公位立地、つまり豊臣家の直轄領となり、正則は代官として治めることを許される。残りの3000国は、周辺の豪族に領地として与えられたんだぜ。領地のうち、本領として安堵されたのがたったの3分の1。正則さん、何かやらかしたのかしら。やらかしたというよりは、秀吉が大物川交易の利益を直接我が物にしようと企んでいたからだと思うぜ。六号家は領地は小さいながら、大物川交易の重要拠点を握っていたからな。それに対抗検知の時に小野寺領内で発生した仙北一揆の発端となる事件が、六号家の領地で発生したことも関係しているんだろうぜ。そういえば、小野寺家もそのおかげで領地を三分の一も没収されたものね。さて、秀吉から本領を安堵された正則は六号城の城下町の整備に動く。城下町の中心には街道が設けられ、紫や楮、漆などの商品作物を取引するために商人が大勢訪れるようになり、六号城下はではでも有数の城下町として発展することになったんだぜ。そして秀吉が死ぬと、正則は徳川家康に接近。関ヶ原の戦いでは東軍につくことになる。そして最上家と共に、途中で西軍に寝返った小野寺家を攻撃する。その功績により、正則は日立の国府中1万石に加増転封されるんだぜ。ちゃんと時勢を読んで行動できていたのね。
正則は1614年の大阪冬の陣、1615年の大阪夏の陣にも徳川軍として参陣。そこでも戦功を挙げたことから、1623年には出羽の国本庄に2万石の大名として加増転封され、本庄藩を開く。1634年、正則は本庄の地で68歳で死去。子孫は代々本庄藩士となり明治維新を迎えたぜ。六号家については以上だぜ。動画時間が最短記録を更新したわね。ま、六号家は単体で派手な事件を起こしているわけでもないからな。戦国時代前半の記録がほとんどないことも相まって、内容が短くなってしまったぜ。次回は、本庄藩の所領である由利郡にかつて割拠していた豪族、由利十二島を解説していくぜ。さて、今回の解説動画はいかがでしたか？この動画は、歴史学者でもないただの歴史マニアのうぷ主が、趣味で作成している解説動画です。何かご意見やご要望、間違い箇所の指摘などがありましたら、コメントしていただけると幸いです。ついでに、グッドボタンやチャンネル登録も押していただけるとありがたいんだぜ。それでは、最後までご視聴、ありがとうございました。